京成3100系電車新京成電鉄8万系電車新京成電鉄8万系電車は2019年に登場した新京成電鉄の通勤系電車2005年に製造した N800 型に引き続き京成グループ標準車両として設計・製造された車両で2019年4月11日に導入が発表された京成電鉄との共同設計で 京成電鉄では3100型として製造されるが、本形式と京成3100型では一部機器の仕様が異なり、特に制御装置や手電動機に関しては、両者で全く別のものを採用している。本形式は先に落成した京成電鉄3100型と同様に、受け継ぐ伝統と新たな価値の創造をコンセプトに、さらに新京成電鉄のキャッチフレーズ。 毎日、ちょっと、新しいを、具現化したものである。N800 型と同じく、いわゆる、日車式ブロック工法による、軽量ステンレス製18メートル級3、扉車6両編成を組む。前頭部は普通構成の強化構造で、前面窓上部の前照灯は、森尾電気製の16粒、角型 LED 式ライトを採用。倉庫には、 多角形構成の急行等とび等を配置している。柔らかさを演出するために外観を丸みを帯びた形状とし N800 系統の在来形式と異なりす部ぶだけではなく正面脇から側面上部にかけてにもジェントルピンクのラインを配色している。これは広角間でも神経性のコーポレートカラーである。ピンクがわかるようにするためであるという。 車内のカラースキームは8 8 0 0系リニューアル車及び n 8 0 0系、N858 編成に準じている。オールロングシート構成だが、形成3100型で採用された一部折りたたみ式、ロングシートは採用されていない。ドアガンは8人掛け、車タンブは5人掛けまたは2人掛けとなっている。座席は1人分の掛け幅が460。 ミリメートルの型持ち式構造で、従来よりも背もたれを170ミリメートル高くしたハイワックシートを採用している。一般席の背もたれは、赤色系、優先席部は青色として識別している。優先席部おいては、すり革と手すりをオレンジ食着食品としている。側窓ガラスは、熱線吸収、UV カットガラスを採用している。 側窓のカーテン及び連結面貫通扉には沿線の名産品であるブドウと梨のイラストを入れている。先頭車の乗務員室直後に車椅子スペース、中間車の車端部にはフリースペースを設置している。フリースペースは車椅子利用者だけではなくベビーカーや大きな荷物を持った乗客への配慮とした。防犯カメラは一両に三台設置されている。 京成フリー Wi-Fi は未搭載。空調装置は三菱電機製の集中式 CU718A 型で能力は 46.51kW の装置を各社1台搭載する。この他の共通点として空気の浄化効果のあるプラズマクラスターイオン発生装置の導入、空調制御ソフトの見直し、開放感を持たせるために座席端部の袖仕切りにおける ガラスの採用などがされている。車内案内表示装置は、各状高扉上27インチ液晶ディスプレイに画面を配置しており、2画面とも運行情報表示用となっている。神経性ではそれまで、車内 LCD は LED ディスプレイ取り付け時をこなが LCD を採用しており、当初からの2画面 LCD は神経性として初導入。 ドアチャイム及びドア開閉表示等を備えている。放送装置には自動放送装置を備えている。運転台は従来からの T 字型ワンハンドルマスコンを採用している。立行は最大5の地乗用ブレーキは N800 型よりも多くした最大7段構成である。運転台系基板には8900系更新車と同様のタッチパネル式のモニタ装置を採用を 採用している。主制御装置には、8800系リニューアル車に続き、三菱電気製フルシックモスフェット、ソシ VVVF インバータ制御を採用している。N800 型では、ベースとなった、形成3000型と、同じく東洋電気製造製の主制御装置が採用されており、同社のベースとなった3100型においても同社製の機器が採用されているが、 本形式では神経製で広く使われてきた三菱電気製に回帰した。主電動機には同じく三菱電気製の 155kW 出力前、平式カゴ形参照誘導電動機が採用されている。設計最高速度は時速 120km だが、運転最高速度は神経製船内が時速 85km、形成船内が 時速 95km に設定されている。台車は日本製鉄製のモノリンク式ボルスタ付け空気バネ台車を使用している。形式は動力台車が FS583SM 型、付随台車が FS583ST 型であり、京成電鉄3100型と同等のものである。終電装置は東洋電気製造製シングルアーム式を M5M2 社に2機ずつ搭載する。補助電源装置は、東芝インフラシステムズ製の静止系インバータを搭載する。空気圧縮機は三菱電機製のオイルフリースクロール式 CP を各戦闘車に搭載する。一方で、京成電鉄が3 7 0 0系以来採用してきた戦闘車は、コンプレッサー搭載電動制御車。戦闘から2両目は、主制御装置搭載電動車。 先頭から3両目は、補助電源等財布随車というユニット構成は3100系同様採用しており、新形成電鉄においては N800 型から引き続き採用する形となる。2019年11月13日に8万1 6編成が試運転を開始。同年12月21日に先行試乗会を開催。二千十九年十二月十七日に一編成が、 営業運転を開始し、当初は平日を中心とした新形成線内を折り返し、運用に重当されている。時期は未定だが、将来的に京成千葉線への直通運転にも重当予定と説明されている。2021年10月9日には2編成目となる8万26編成が、くぬぎ山車両基地まで搬入改装された。ありがとうございます。